はいどうもこんにちは、元気現象カーライフのゼミタです。ということで6月27日に発売されたプジョー新型 508SW を見ていくんですが、ファストバックの508が3月20日に発売して遅れること約3ヶ月、ようやくシューティングブレークデザインのステーションワゴンも日本に上陸しましたね。最近のフラン車はとにかく勢いがあるだけに、こちらもすごく気になってましたから、エクステリアやインテリア、そして試乗インプレッションもしていきたいと思います。用意してくださったのは 508SWGT ラインにナッパレザーシートやサンルーフがセットになったフルパッケージ装着車で、車両本体価格は549万円、乗り出し価格では600万円弱と決して安い金額ではありませんが、ライバルと比べれば意外とコスパがいいことに気づかされます。そのあたりの詳しい見積もりについては概要欄のリンクからブログ記事をご覧ください。では早速エクステリアを見ていきましょう。顔つきはなかなか攻めたデザインでインパクトがありますね。グリルはプジョーのデザインアイデンティティである多面体グリッドがあしらわれ、質感もいい感じです。またノーズに備わる数字のエンブレムは1968年に発売したクーペモデルの504からインスパイアを受けて装着されたそう。プジョーを知らない方だとボンネットの先の方に何か数字が書いてあるけど、あれは一体何だとなりそうですね。それにしてもワイド&ローな面構えは本当にかっこいいです。ヘッドライトについてはフル LED タイプを採用し、縦長でシャープな造形をしているのがデイライト兼ウインカーとなっています。この辺りの衣装もかなり独特で、街ですれ違っても最新モデルのプジョーであると一目見ればわかるでしょう。機能面に関してはインテリジェントハイビームが装着されますが、アダプティブ方式ではなく切り替えのみな点が少し残念です。ボディサイズについては全長 4790mm、全幅 1860mm、全高は 1420mm となっており、ライバルの C クラスワゴンや3シリーズよりも一回り大きく、 A4 アバントとは大差ないディメンションとなっています。こちらの GT ライングレードには18インチの軽量アルミホイールが装着されますが、見た目のアグレッシブさから言うともう1インチ大きくても違和感のないような気はします。今回の 508SW ではリアのオーバーハングをファストバックモデルの508より40ミリ引き伸ばしたことで、後ろにかけての伸びやかさが強調されてますね。またルーフラインをなだらかに落とし、ウィンドウパネルを薄くすることでシューティングブレークらしいシルエットに仕上がっているのが特徴的です。さらにマツダやメルセデスとは相反してプレスラインが積極的に使われているのもポイントですね。フロントと同じくフル LED タイプを採用するリアコンビネーションランプですが、スモークがかった雰囲気はなんとも刺激的です。またこちらには高度調整を自動で行い、後続車の視認性を高める機能が与えられており、なんとも珍しい機能がついてますね。マフラーエンドは私の好きな左右一本出しであるほか、リアバンパー下部にはディフューザーを模したデザインも入れられ、なかなかにスポーティーな仕上がりといえます。続いてはインテリアをチェックしていきましょう。ドアは4枚ともフレームレスとなっていて、ここでもスポーティーさを感じることができますね。ドアトリムですが、カーボン調パネルのチープ感が少し気になるものの、ソフトパッドやステッチ入りのテップレザーなどが各所に使われ、全体的な質感は高いですね。今回の車両はフルパッケージが装着されるため、シートについてはナッパレザーが使われています。質感が高いだけでなく、シート自体の作りもいいおかげか、適度な包まれ感やサポート性が絶妙に心地よかったというのが座ってみた感想ですね。また GT ライングレード以上にはマルチポイントランバーサポートが標準装備されますが、これはいわゆるマッサージ機能であり、ロングドライブなどで疲れた体をほぐしてくれる高級車顔負けのスペシャリティな装備です。このように様々なモードからお好みのコースを選択すると、ご覧のようにシートの内側に設けられたクッションが動き出します。これは65万円のフルパッケージをつけなくてももともとついてくるので、プジョーの本気具合が垣間見えますね。足元にはスカッフプレートやアルミペダルといった一通りの加速もついています。
インパネ周りはテップレザーのダッシュボードやピアノフィニッシュ仕上げのパネルで構成され、これまた上質な雰囲気を醸し出しています。そして上下がフラット形状になったステアリングやセンターパネルのトグルスイッチなどを見ていると、なんだか車というよりは飛行機のコックピットを見ているような気分ですね。ステアリングホイール奥には大ぶりなパドルシフトが装備されるので、8速オートマの小気味良い変速を楽しむことが可能となっています。メーターパネルはフルデジタル表示となる 12.31 モニターを装備し、ステアリングスイッチを操作するとこのように表示内容を切り替えることが可能です。自分好みのカスタマイズができるパーソナルモードも用意されるので、オーナーの所有欲をかなり満たしてくれるでしょうね。ナビについてはタッチパネル式の8インチモニターが装着されますが、オーディオやエアコンなどの基本的な操作も原則パネル一つに集約されていますので、若干の使いづらさは感じます。慣れれば問題ないよというオーナーの意見があればぜひ教えてほしいので、コメントをお待ちします。で、ここにはちょっとした小物入れとシガーソケットが装備され、その手前にはドリンクホルダーが用意されています。センターコンソールの中はこんな感じで機毛仕上げになっているほか、照明もついていて豪華な仕上がりですね。電動パーキングブレーキにホールド機能がついていないのは残念です。街乗りで重宝する機能ですから、ぜひとも早く導入してほしいと思います。グローブボックスもしっかり機毛仕上げになっており、またルームランプ類は LED でタッチ式を採用してますね。一通り見てる感じだとカーボン調のインテリアパネルを除けば質感はクラストップレベルかもしれません。サンルーフは65万円のフルパッケージに含まれるオプションで、フロント側は開閉可能となっています。さて、お次は後席ですね。ドアトリムやシートの質感なんかはフロントと似た感じで、後席上の手抜き感はもちろん感じません。ヘッドクリアランスは広いとは言えないものの、外観から想像するよりは余裕ある空間が確保されていたので驚きましたね。さあ乗り込んでいきましょう。フロントシートがかなり後ろに下がっているため、レッグルームは拳一つ半しかありませんが、運転席をいつものドラポジに合わせればここももう少し広くなるので特に問題ないですね。ここにはエアコン吹き出し口と USB ポートが2口用意されてます。そしてリアのセンターアームレストにはドリンクホルダーがついてますが、リッドがついてないのでちょっと味気ない感じが出てます。ラゲッジルームの容量は通常時だと530リッターであり、 D セグメントでは平均的な数値ですね。機能面ではトノカバーやセパレーションネットなども装備されますし、何よりもワゴン特有の低さのおかげで荷物の積み下ろしが容易に行えるのは嬉しいポイント。ラゲッジ照明も左右に1つずつついてます。ただ床下収納は残念ながら用意されず、ここにはスペアタイヤが装着されるようになってます。このプジョー新型 508SW にはマジックフラット機構がついているので、ここのレバーを操作するとリアシートを簡単に倒すことができます。この状態だとラゲッジ容量は1780リッターで、これは先代モデルよりも182リッター広くなったそうです。そして気になるシートバッグとラゲッジルームのつなぎ目ですが、段差はないもののリアシートの傾斜が気になりますね。またシートバッグの中央部にトランクスルー機能を持たせるためプラスチックのパネルが装着されています。例えば車中泊などをした際にあの部分を踏んでしまうと割れる可能性もあるでしょうから、使い方によっては注意が必要ですね。最後に紹介するのがこのハンズフリー電動テールゲート。バンパー下部に足を出し入れするだけで開閉できる便利機能なんですが、イメージでは感度が悪くて使い物にならないとばかり思ってました。なので私の新型ラブ4もあえてついてないグレードを選択したんですが、プジョーのこの機能はセールスさんも私もなんと一発で成功したように、
感度が良くて、これなら使い勝手も良さそうです。ただし一番下のグレードには装備されませんので、購入される際はご注意ください。ちょうどいいんですよこれ。